こんにちは、こんばんは、ボナールチャンネルのマサです。ボナーボナー福袋開封。今回撮るとこね、ちょっと撮れなかったんですよね。そうなんだよね。そう、まあ、前回の、はい、あの時和さんの福袋かなのですよ。僕たちは立川で路頭に迷いました。そう、そう。詳しくはそっち見てほしいんですけど、そうそうそう、行こうと思ってた野球ショップが開いてなくて、どうしようと、どうしようとなったところ、はい、ちょっとララポートの方に立川の行きまして、スポーツゼビオさんがね、はい、素晴らしい福袋をツイッターしか売ってても、はい、売ってまして、ということで今回これ僕用で購入させていただきました。そうです。それこちら。出してパクっちゃった。はい、こちらです。アンダーアーマーの野球お楽しみ袋、1万1000円。すごい、野球だから。そう、だからそう、野球チョップじゃないんですよ、スポーツゼビオさん。なんかいろいろあるとこなのに、これなんで見つけたかっていうと、あのツイッターで野球福袋で検索したら、スポーツゼビオさんで買ってる人がいて、野球福袋売ってんぞって電話したら、あるって言われて、駆け込みました。よかったよね。そう、これなんかちなみに7点入ってるらしいです。へえー、すごっ。で1万1000円。そう、すごいね。アンダーアーマーさん結構お値段するんで。そうだね、確かに。これは楽しみですよ。下手したら1着の値段じゃない？マジでそうよ、ね、本当に一番この中に入ってるやつの1着の値段これぐらいする可能性あるよ、うんうん、本当に。いや、楽しみですね。この楽しみをじゃあ来年までちょっと開けてくれよ。今グローブは入ってますか？グローブは入ってないと思います。入ってたらどうしよう。いや、入ってないでしょ。さすがに去年ね、ちょっとアンダーアーマーさんで痛い目見てるんでね。まああれ代理店だったんだけど、あれは代理店のせいなんですけどね。そうそうそう、はい、ということで、今回はこちらを開封していきたいと思います。楽しみ、俺も楽しみ。何が入ってんだろう。いや、それ見せないよ。見せろよ、動画で見て。さあ、なんだろうね。アンダーアーマーの野球でしょ。あ、ちゃんとね、一個ずつ分かれてます。はいはい。どの辺かいきますか。これ全部服ですね、多分。うん。あ、厚手のものがあるな。これはやめよう、最後にして。はい。あれ ?4 つしか袋がない。あれ ?5 つぐらいしか袋がないぞ。これまた3つ。さあ、じゃあ1個目いきます。はい。すっ。はい、来ました。そうです。スラパンです。おお。あ、すごい、こんな丈夫なの。ね、パッドめちゃくちゃ入ってる。パッドが、これあれだわ。これ、那須川天心さんの蹴り耐えれますよ。これ。なんでも分厚い、相当。分厚いね。スラパン見たら一番分厚いかもしれない。これね、現役の時ね、アンダーアーマーのね、スラパン入ってたわ。今は入ってないです。あ、そうなんだ。スライディングしないし。確かにね。そう。これは、どうしますか。まあでも、試合、運命球部とかでも履かない？あっても。まあ確かに運命球部とかで履くか。うん。そうだね。うん、怪我するしね。そうだよ。履きますわ。はい、今回全部サイズ L なんだよ、ね、そう、今回は L にしました。あの、はい、一応パーカーみたいなのだけ着て、あの L かなっていう、うん、俺結構ね、間なんだよね、いろんな M と L の。わかるわかる。そう、難しいところですね。さあ、じゃあ次、じゃあ今ね、なんか真ん中らへんからと、あ、ちっちゃいのあった。おキーホルダーかな。キーホルダー、マジでマジで。アンダーマーの、そんなのある。ちょっと一番ちっちゃいの言っていいですか。なるほどね。こちらです。あ、アンダーアーマーアームスリーブ。いいやん、かっこいいやつね。かっこいいじゃん。これ持ってなかったんだよね。ブームでも使えるネイビー。いやー、なんかアームスリーブやん、ここやん。そう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 、つけちゃおうかな。これあれ何よ、朝服よ、こうやって。うん、いいじゃん。だから半袖の、うん、アンダーシャツ着て、うん、ここはあれじゃん、ユニフォームじゃん、うん、でここからまたアームスリーブみたいな人多いよね。いいね。アンダーマーのこのスルスルがいいよね。あ、そういえば値段見てなかったけど、これ2400円するよ、プラス税。計算しますか。じゃあ計算しましょうか。え、だってさ、やばいよこれ。全部税抜き計算しよう、うん、4500円よ、このスルスル。高っ。もう6900円。半分以上よ、もう。すごい、もう得した気分だ。じゃあ次ちっちゃいのいきましょう。これ、はい。うおー、マジで。いいやん、マジで。これ予想外、めっちゃいいじゃん。これ予想外だね、入ってると思わなかった。思わなかった。やったやん、やった。これだけ M が良かった。手袋は M なんよね。めっちゃかっこいい。しかもこれめっちゃかっこいい、羊革だ。あ、じゃああれと一緒じゃん。あれだ、あのなんだっけ、パワーアークだ。そう、パワーアーク。
見てかっこいい白金だよ。これはかっこいいわ。なかなか使わってない色だけど、ね、しかもなんかシャンパンゴールドみたいな金、ね、上品な金だ。あ、全然いいかも。あ、いい、来た、来ちゃった。これは来たね。おー、ハマっちまったか。 L サイズこれいいわ。値段はいくらですか。これも4500円です。バッテリー4500円って結構さ、いやもう超えたんですけど。超えた11400円。え、なんでこれとか売れるじゃん絶対。ね、土地狂ったこのままで売れそうだけどね。売れそうでしょ。モデルがとかなのかな。あ、古い型だったのかな。そう、とかカモ2個とか、ね、マジで明かり引いちゃったかなこれ。もしかして明かりじゃない。すげえかっこいいじゃん。これいいぞ。いいね、これは当たりだわ。当たりだね。最近バッテもさ、なんかもうあれなんだっけ、カッターズの、カッターズずっと使ってて、なんかそうふと思ったのよ昨日ね。これもなんかモノアル最初の方バッティンググローブいろいろ使ってたの、うん、ちょっとまた2021年はそういういろいろ使っていこうかな。いいじゃん。いやーこれいけてるね。もう超えたんでしょ。超えた超えた。やば、11400円ね。いきます。次、スッ、これアンダーシャツかな、これは。おー、あ、いいや、ウームやキューブで使えそうな色だ。使えそうな色だし、青っぽい感じのね、はいはい、アンダーシャツ。裏が、裏がね、メッシュになってる。あの、涼しいやつかな。あれだ、ヒートギアだ、これ。じゃあ夏用か。夏用、いいじゃん。日焼けもせず。いいね。ヒートギア入ってんの、良くない、うん、これ3700円。はいはいはい。アンダーシャツ3700円、高くない？いい方だね、そうだね、そうだね。これで、うん、今4点目4点7点入ってるから、まだあと3点、もう1万5000円超やばくない？このこれ、いいねこれやばくない？いい、もう売ってないかな、さすがに。そう、あの、聞いたんだよね、電話で。まあ、立川店さんだけど、うん、あの、L の、その、福袋何個残ってますかって言ったら5個ですと。で、しかもまだ10時、11時とか、10時、1時ぐらいか。だから多分回転ダッシュで行ったんだろう。だってアディダスとか売り切れたから。アディダス、そう、アディダスあれだから、カンカンだから。そう、うん、カンカン目当てかな。うん、ちょっと高い目当てあと3つです。はい、こちら。あー、来ました。これもアンダーシャツですかね。はい、釉薬っぽい色で良かったじゃん。赤ですね。それもヒートギア説。これもヒートギアですね。はいはい、色違う。ヒートギアの赤、赤のアンダーシャツさ、俺のさ、赤とさ、紺のさ、水野の T シャツの時にこれ両方使えるし。確かに。この色じゃない、しかも色も寸分狂わずこの色な気がする。夕夜用だね。完全にこれ俺のために入ってたんだよ、この服の。あ、税抜きだと3700円だ。あ、これもさあ、2万円が近づいております。え、やばくない？薄い方からじゃあ。そうだね、アンダーシャツの気がするな。あー、3枚。ちょっとアンダーシャツより厚い。コールドギアか、これ、さては。なるほど、コールドギア、ギア説ですアンダーシャツですね、とりあえず。当たり、コールドギア。おー、この時期嬉しいね。マジで嬉しい、うん、コールドギア。コールドギア、マジあったかいよ、ほんとに。裏どうなってるの、コールドギア。なんかね、こんな感じ。あー、めちゃくちゃ細かい裏肝みたいな感じか。そうそう、コールドギア。いや、コールドギアさ、そう、これさ、いくらだっけ。これ6000円。高いのよ。高っ。そうで、去年、うん、そのなんかアンダーアーマーのコールドギアか、なんか無名のメーカーのあったかいやつか、うん、買うの迷ってコールドギア買ったのよ。やっぱあったかいんだけど、当たっちゃった。これ多分しかも全く一緒。あ、マジか。色も一緒まあ今やってもね。そうだね。いくら？24000。やばやばいよ。福袋じゃん、本当に。なんか売れ残り感ないけどね。ないんだけど。コールドギアなんてさ、買うでしょ、この時期特にね。でも片落ちとかなのかな。そんなに野球人口減ってますから。コールドギアでさ、片落ちとか存在するの思っちゃうんだけど、そういうふうに。で、ラスト。はい、ラスト、こちらでーす。なんだこれー、なんだなんだこれ。開けてみよう。これな、あ、とりあえず値段7000円です。7000円。これ何？あ、上に着るやつか。あー、かっこいいや、うん。なんかトレーニング、ランニングとかでも使えそうな、ね、すごいおしゃれ。あー、これはいいわ。コールドギアですね、これも。上に着る用の。1枚でも暖かく、ドライで快適、軽量性や動きやすさも追求した冬の高機能アイテム。へー、なんかデザインがイケてるな、うん、これめっちゃいい。うん、
で内側がなんかボコボコしてます。本当だ、あったかいけど通気性も良さそう。そう、まあ上に着るシャカシャカ系のやつだね、多分ね。分厚すぎなくて良さそうだね、うん、野球の時これで、あのウームのシャカシャカの下に着れるね。ああそうね、うん、これめっちゃいいね。やば、大当たりじゃん。大当たりだね、知れたね。アンダーマーの福袋、これ多分他の福袋の中に1匹だけ紛れ込んでたレアアイテムですね。ありえん、本当に。で、税抜きで31,800円、税込みで34,980円。すげえ収まりがいい。35,000円分が10,000円。やば、7割引きなんか申し訳ないわ。いや、別にいいんだよそれ。買えなかった、これぜひ来年。来年これ、え、マジで俺来年これ使うせさ、普通に。だってこれほんと今からの時期、この時が来ます、夏ヒート着が来ます、スラパン試合だきます、バッて使います。欠点が何も見えん、ほんとに。色合いも良かったね、色合いも良かった。そう、全部紫とかじゃなくて良かったね、うん、いやそれはね。全部あの蛍光緑とかじゃなくて良かったよ。すごい、これはいい買い物だ。ぜひね、みんなも来年買ってみてください。はい、ということで、その他ボナールにやってほしい企画はコメントお願いします。はい、本日の動画最後ご視聴ありがとうございました。お願いします。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。上に着る用の1枚でもあたかか、あたか